定で冒頭ご覧いただきましたけども、今回ご紹介いたしますのは、まあ、こちらのアップルペンシルらしきものでございます。今回ですね、シスクルというメーカーさんから出ておりますアップルペンシルっぽいペンをご提供いただきました。こちらもですね、事前にメーカーさんの方にもう忖度なく悪いところは悪いと言って構いませんということでお話聞いておりますので、私も所有しております。この純正のペンシルと比べてどれほどなのか比較していきたいと思います。では、試しにこう書いたりとか、していこうかなと思うんですけど、その前に普通の純正のペンシルとはいろいろと仕様が異なる点がありますので、そちらを最初にサクッとご紹介します。はい、というわけで入っているものがこちらになります。まず本体ですね。あとこれはサンキューカード的なやつと取扱説明書です。あとこちらがペン先です。はい、あとこちらがですね、充電ケーブルでございます。今回ですね、こちらボールペンの押すところの部分 USB-C がついておりますので、こういった形でどっかにつないで充電する必要があります。で、まあ充電はちょっとね優先になってしまうんですけども、今回のこのペンシル一応くっつきます。こんな感じで、はい。なので、まあ、そのペンをくっつけただけでペアリングだとか、まあ、そういったことはちょっとできないんですけど、持ち運ぶっていう意味で一応ペンをバチッとには対応してます。ただそこからペアリングであったり、まあ、充電であったりっていうのはされません。まあ、あと使用方法としましては、今回こちらに電源ボタンがついてますので、まあ、これを押して iPad とペアリングをするという流れになります。ただですね、Bluetooth のメニューからどうこう選ぶというよりかは、本家の Apple Pencil をペアリング削除し、そしてこれを押して書けばなんと書けるというちょっと不思議な状態になっているんですけども、そんな感じで記入することができます。で、あとですね、本家のペンシルであれば筆圧だったり傾きだったりここトントンだったり、まあいろいろできると思うんですけど、今回のこちらの、まあ、格安ペンシルに関しては、まずパームリジェクション、この置く分ですね、これは対応してます。かけます。で、傾き検知使えます。ただ筆圧がありません。あとこのトントンってやって持ち帰るのもついてません。なのでこのあたりだけちょっと注意してご利用いただければ特に問題はないのかなというふうに思います。というわけで、今から早速私の iPad Pro でこの格安2500円ペンシルをちょっと試してみたいと思います。それでは行ってみましょう。ではまず最初にこちら純正の Apple Pencil を使ってちょっと傾きだったり筆圧試していこうと思います。まあ、もちろん、まあ、普通に弾けます。で、筆圧、まあ、弱い状態から強く、弱い状態から強く、はい、ちゃんと濃淡がついてますね。傾き、はい、ちゃんと検知してますね。こうとこう、はい、バッチリ問題なく書けます。そしてトントンとやると消しゴムになるので消せます。書けます、消せます。まあ、よく見る挙動ですね。では続きまして、今回のシスクルのこの2000円ペンシル行ってみましょう。ではですね、同様に蛍光ペンでいきたいと思います。まず優しく強く、まあ、普通に書けるのは書けますね。で、速度に関しても特に違和感は感じません。なんか遅延があるとかっていう感じも特になく、きっちり iPad Pro の 120Hz を活かしたスピードで描画されていると思います。で、筆圧、まあ、これはついてないはずなので、はい、弱く置こうが強く置こうが一定ですね。次に傾き、普通に書くとこんな感じ、寝かせると、おお、効いてますね。はいはいはい、はい、きっちり効いてますね。こんな感じで、はい、バッチリです。これはついてないですね。はい、パームリジェクション見てなかったですね。アップペンシルはね、もう余裕で対応してるんですけど、はい、しっかりこう手をペタッと置いてもかけています。なんか両手とか置いちゃっても大丈夫ですね。はい、問題ないと思います。一応マーカーとかも試しておきましょうか。いいですね、気軽に書ける感じがして、まあ、あと何より純正のアップルペンシルよりもすごい軽いので、まあ、これ人によっては結構いいかもしれないですね。
はいはいはい。なんか鉛筆っぽい感じがします、かなり。こっちだとちょっとこれ今ペアリングしてないんで書けないんですけど、そうですね、独特のそのまあアップルペンシルらしい重量感があるんですけど、こっちは本当にあのシャーペンから鉛筆に持ち替えたような感覚で、すごく軽く感じます。あ、まあこれはまた、なんて、まあ軽いペンシルって意味では結構その第二の選択肢として結構ありかもしれないですね。本当にそのメモ書き用途でしか使えませんっていう場合にはなるんですけど、あの筆圧がついてないので、なんで筆圧なくてもいいのであれば軽いペンシルっていうので使っちゃってもいいのかなと思いますね。はいはいはい、本当に遅延がないので普通に書けますね。まあ、全然大丈夫ですね。じゃあここで一旦また純正に戻してみましょう。ペアリングが完了しました。やっぱりで、このこっちのペアリングが入るとこっちは書けなくなっちゃうんですよ。こっちだけになるんですよっていうような仕様ですね。筆圧ある方がちょっとこうインクだまりみたいなのができたりとかで、ちょっとこう手書き感っていうのはより増しますけどね。ちょっとアップルペンシルの方がペン先柔らかいイメージですね。ちょっとソフトな感じがします。にしても、でも反応速度に関しては遜色ないですね。全く気になりません。まあ、ただやっぱりね、こういう消しゴムとか使えるのはやっぱり純正の魅力ですね。はい、そんな感じでございます。はい、というわけで今回ですね、こちらの、まあ、約1万4000円ほどですかね、する純正のアップルペンシルと、なんとアマゾンで2000円台で購入できる、シスクルのアップルペンシルらしきタッチペンを比較してみました。まあ、その試し書きしてる時にも少しお話はしたんですけども、やっぱりあの軽いっていうのは結構良かったですね。そのこっちがシャープペンシルだとしたら、こっちは鉛筆になったような、そんなあの書き心地の軽さがあります。あとあのペンシルすごいなくしちゃう人とかですね、こっちなくすとショックなんで、まあ、こっちね使っちゃうとか、まあ、こっちはもう家に置いておくとか、まあ、そういう運用で購入するのもありかなと思いました。まあ、ただあの充電がですね、やっぱり有線だったり、まあ、どうしてもその持ち歩くケーブルが1個増えてしまうだとか、まあ、そういうリスクはちょっと出てきますので、まあ、本当にこのあたりは、まあ、皆さんのこう使う環境ですとか頻度とかっていうのを見ながらですね、判断していただければいいかなと思います。やっぱりこう2本併用してもいいんですけど、あのペアリングをいちいち切らないといけないっていうのが地味に面倒なので、まあ、どうしても使用上仕方はないんですけども、なんでまあそのあたりもあるので、ちょっとね、運用は皆さんしっかり考えてから導入されてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回約1万4000円ほどする、まあ、Apple 純正の Apple Pencil と、シスクルから販売されております。約2000円で購入できる Apple Pencil ということでね、2本比較してみたんですけども、まああの、さっき試し書きしている中でも少し触れたんですが、やっぱりあの軽さっていうところに私はすごく魅力を感じました。あの、まあ、充電方法が有線でちょっと持ち歩くケーブル増えてしまうだとか、あのくっつけても充電できないとか、あとあの筆圧が使えないとか、まあ、いろいろ弱点はね、もちろん価格相応であるんですけど、で、まあ、今回のこの、まあ、私が感じた、まあ、利点の一つに軽さっていうのがあるんですけども、やっぱりどうしてもね、動画内でも触れた通り、まあ、こっちの純正の方はちょっとこうシャープペンシルやボールペンっぽい重量感があります。まあ、ただその分高機能です。で、今回のシスクルのこちらですね、まあ、安くて機能は絞られているんですけれども、まあ、その分本体がすごく軽量にできていますので、まあ、本当に鉛筆のような書き心地にかなり近いかなと感じました。で、まあ、例えばそのペーパーライクフィルムとかで鉛筆っぽくっていうのはあるんですけど、まあ、それってどうしてもこの、まあ、ペン先の摩擦のことだと思うんですよね。ペーパーライクフィルムで鉛筆のような抵抗がありますとか、まあ、ただ今回に関しては、まあ、本体がそもそも軽いので、あの本当にこうね、振り回しやすいというか、そんな印象を受けました。まあ、あとおすすめできるとすれば、アップルペンシルをよくなくしてしまう方ですかね。まあ、やっぱり一回なくすと結構大きな出費になってしまいますので、まあ、そういった時のために、まあ、ペンシルは家に置いておいて外に持っていく時はこっちの、まあ、安いものを使ってみようとか、
本当にメモ用紙程度で運用している方であれば、そこまでこう筆圧をハードに使うことってあまりないと思うので、まあ、そういう場合は結構選択肢にも入ってきていいのかなというふうに感じました。まあ、ただ充電はちょっとめんどくさいですけどね。やっぱり有線なので、まあ、モバイルバッテリーだったり、まあ、コンセントから電力を供給してあげないといけない。まあ、純正であればくっつけるだけで大丈夫なんですけど、なんでまあそういうところでね、ちょっと運用に工夫が必要ではあるんですが、まあ、その分安く軽いペンが使えるという、まあ、そんなお話でございました。でまあ、今回ですね、まあ、提供品レビューでちょっとね、メールいただいた時は結構疑いの目でこう見てたんですけど、まあ私が結構そのフラッグシップ志向といいますか、やっぱり安定した動作を求めるので基本的に純正しか買わないっていう、まあ、考え方なんですけど、まあ、今回この機会を通して、まあ、サードパーティーというかもう本当に中華と呼ばれても仕方ないぐらい安いですけど、結構頑張ってるなっていう印象は受けました。はい、というわけで今回の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。私のチャンネルではですね、まあ、こういった提供品以外にもアップル製品を中心とした、まあ、ガジェットのお話を普段配信しております。もしですね、こういったジャンルの話興味ある方はぜひチャンネル登録や高評価をして、次回の動画をお待ちください。というわけで今回の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。それではさよなら。